ドドナ、あるいはドドネーは、ギリシャ北西部イピロスに存在した最古の古代、ギリシアの信託書である。日本語表記においては、ドドナ、ドドナ、ドドネとも。ヘロドトスによればおそらくその起源は、紀元前2000年期にまで遡るとされる。古代の銀融詩人であるホメーロスは、ドドナをゼウスの信託書だとした。 古代ギリシアの主要ナッポリスから離れた遠隔地に位置していたため、デルポイの新宅所に次ぐ二番目の異界に泊まった。アリストテレスは、堂々な周辺の地域は、ヘラスの一部であり、ヘレネスの起源となる場所であるとした。新宅所ははじめは、テスプロティア人の支配下にあったが、後にもロシア人の手に渡った。古代ローマにおいて、キリスト教が流星するまで、 宗教的に重要な聖域であった。古典古代の時代に記された様々な記録によれば、巫女や神官たちは神聖な洞窟において多くの葉のざわめく音によって正しい行動を取るための判断をしていた。新しい解釈では、神託の音は多くの枝に釣られた、精度性の風鈴に似たものが風で揺れた時に発する音であるとされる。ニコラス・ハモンドによれば、 堂々なの神託書は、地母子に捧げられたものであった。この神は時を経るうちに、いくつかの部分が、ギリシア神話の神格であるゼウスへと取り込まれ、ギリシア神話の一部となった。堂々なに捧げられた土、ブロンズ製、紀元前7世紀頃。ルーブル美術館所蔵、この神託書に刻まれた最古の、碑文はおよそ紀元前550から500年のもので、ある。 一世紀以上にわたる考古学的発掘調査によってミケーネ文明初期の遺物が復元されており、その多くはアテネ国立考古学博物館で、またいくつかは近隣のヨアニナの考古学博物館で展示されている。堂々なにおける真事は後期制動期文明の頃にはある程度の形式が確立されていた。ミケーネ文明の後の時代には、 堂々なが活動していた記録はほとんど残されていないが、南ギリシアからの制動性の奉納品より、アルカイック期には堂々なと南ギリシア間で再びつながりがあったことがわかっている。考古学者たちは、紀元前8世紀中に新宅書に捧げられたイリュリア人による奉納品などの品々もまた発見している。紀元前650年まで、 堂々なは主に北方の部族の宗教と信託者たちの中心であったが650年以降は南方部族にとって重要なものとなった。堂々なにおいてゼウスはナイオスのゼウスやナオスまた助言者ゼウスとして礼拝されていた。プルタルコスは堂々なでのユーピテルへの礼拝はデウカリオーントッュラーによっておそらくは大洪水の後に掲げられたと記述している。 最も古い道道内の言及は、ホメーロスによってされており、ここではゼウスについてのみ述べられている。イーリアスにおいてアキレウスは、ゼウス神よ、また道道姉の、またペラズゴスの、遥かな宮においでになり、カンプースサム道道姉を、王様の大宮様と祈りを捧げている。建物については何も言及されておらず、セロイと呼ばれる神官が足を洗わず、地面に寝ていたとされる。 コメイロスは巫女について研究していない。新託書は、オデュッセウスの旅路の一部でも登場しており、堂々な訪れた物語が残されている。オデュッセイアでは、ご本人はドドゲへ出かけられたとの話でした。つまりそこにある神様の、高く茂った、多くの木から、ゼウスのご神領を伺ってと記されている。これはオデュッセウスが新託書で、イタケ島への戻る際、 公然と帰るか秘密のうちに帰るかを尋ねたものであった。いくつかの研究者たちは、堂々なはもともとは巫女たちがチボシンへと望む神託書であったとしている。このチボシンはよそではレアあるいはガヤと考えられていた。またこの神託書はディオーネーとも共有された。古典時代にはギリシアのどの地域でもディオーネーは 小さな役割のみを与えられており、ヘーラーが一般的なゼウスの妻としての一面を持ったが、堂々なでは決してそうならなかった。この神託書後から復元された碑文の多くは、ディオーネーとないオスのゼウスに捧げられたものであった。いくつかの考古学者たちは、紀元前4世紀の直前になって、神託書に小さな石の神殿が追加されたとしている。エウリピですが、 堂々なに言及した時点また、ヘロドトスが信託書について言及した時点では、巫女たちはこの地に現れていた。古典古代ギリシアの主要な聖域地図デルポイにあるアポローンの信託書をしのぐことはなかったが、堂々なの信託書はギリシア世界において大きな名声を得ていた。ロドスのアポローニオスによって書かれたヤーソー,オーンとアルゴナウタイの物語であるアルゴナウティカでは、 ヤーソーオンの船であるアルゴンゴーは、堂々なからもたらされた多くが木材として使われていたために予言の能力を持っていたとされた。紀元前290年頃、エピロス王ピロス一世は、堂々なを宗教的首都と位置づけ、理科のために再建計画を立てた。この計画は、ゼウス神殿を壮大に改築し、また他の建造物の建築、アスレチック競技や音楽コンテスト、 劇場での演劇など多岐にわたるものだった。これによって、聖なる木と新拓所を囲む壁に、同じく、ヘーラクレースとディオーネーのための神殿が建てられた。紀元前219年、ドリマコス将軍が率いるアイトーリアビトが侵略し、神殿は徹底的に破壊された。紀元前3世紀後半になって、ピリッポスモセイが、イピロス人たちと共に、堂々なの建築物を再建した。 紀元前167年、堂々なは、アエミリウス・パウルス率いる、ローマ人によって破壊されたが、後のローマ皇帝アウグストゥスは、紀元前31年に再建した。2世紀には、旅行記、ギリシア案内記で知られるパウサニアスが、堂々なを訪れているが、この時、神聖な森は一本の多くの木にまでなっていた。241年、ポプリウス・メミウス・レオンという名の祭祀が、 堂々なの内野祭りをまとめている。362年には、ローマ皇帝ユリアヌスが、ペルシア遠征に先立ち、神託書の助言を求めた。391から392年に、テオドシウス一世が、すべてのヒキリスト教の神殿を閉鎖し、すべてのヒキリスト教の宗教的活動を禁じ、ゼウスの聖域にある古奥の木を切り倒すまで、巡礼者は、 神託書へと助言を受けるために訪れていた。残された町は小さなものであったが、非キリスト教であっても長らく神聖化されていた。この地は、堂々なの司教であったテオドルスが431年のエフェソス公会議に参加していることから見て、キリスト教徒にとっても何らかの意味が残されていた。堂々な劇場のパノラマ。現代のドドニ村とトマロス山を背景に、聖域の設計図。 ド道なの聖域は、ローマ時代まで開発され続けた。地図にある16番はかつては、ゼウス神殿が存在したが、キリスト教のバシリカにとって変わられた。ヘロドトスは、紀元前5世紀に、エジプトの手前の祭祀から次のように聞いたとした。二人の巫女が、フェニキア人によって、手前よりさらわれ、数とはリビアへ、もう一人はヘラスへと売られた。これらの女性が、 それぞれの地で、神託書を設立した人であるこれらの記述からわかることは、エジプトはギリシア人に対してだけではなく、エジプト人たちにとっても、計り知れないほど古いが、すべての人類文化の泉であったということである。この神話の要素が伝えるのは、リビアのシワのオアシスとイピロスの、堂々名にある神託書は共に古く、フェニキア文化においても、同じように同様の伝承を持ち、 また女預言者であるということである。ヘロドトスは、シビュラとは伝えず、女性と伝えている。ヘロドトスは、堂々なで、ペレーアデスと呼ばれた女預言者たちについて、堂々なの巫女たちから聞いた話として、以下のように記した。2羽の黒鳩が、エジプトの手前から飛び立ってその人はワリビアへ、他は彼らの元へたどり着き、そして、それが一本の菓子の木に止まって、 人号を持って、そこに、ゼウスの信託書を設けねばならぬと告げ、彼らは、それが、自分たちに対する神のお告げだと考え、それに従って、彼らの信託書を設けたという。また、リビア人のところへ行ったハトは、リビア人に、暗門の信託書を作るように命じたということであって、これも、ゼウスのものである。以上がドドナの巫女の話であるが、その最年長者を、プロメネアと呼び、 その次を、ティマレテッドい,いニカドラというのが最年少者である。その神殿に関係している他のドドナ人も彼女等と同じことを語っていた。ヘロドトス、歴史この最も簡単な解釈としては、これはエジプトの信託書の伝承を確認するものである。ハトの要素は、神聖な女性への古代の名についての伝承的語源を説明するであると申されるが、 ゼウスとの関係について乱すことはできず、巫女によって語られた物語を正当とするものである。彼女たちのペレーアゲスという名前につながるペル、マイナスという要素は、ペーレウスやペロプスのように、黒や泥という要素を源とするか、なぜハトは黒か、という疑問についてヘロドトスは、下記のように追記している。しかし、私としてはそれについて、次のような見解を抱いている。 もし真実フェニキア人がそれらの巫女を連れ出して、その一人をリビアへ、他をギリシアへ売り飛ばしたものとすれば、私の考えとしては、以前は同じ国でありながら、ペラズギアと呼ばれ、今日ではギリシアと呼ばれている国でも、その婦人の売られた先は、テスプロと偉人のところであって、その後、その行った先の地で、デバイゼウスの宮に貸し付いていた彼女が自然その病を思い起こし、 その地に奴隷でありながら、生えていた菓子の木の下に、ゼウスの祠を混流したものと思う。その後に、ギリシア語を介するようになって、新託を始めたのであって、彼女の姉妹が自分をも売った、同じフェニキア人のために、リビアで売られたと物語ったものであろう。ヘロドトス、歴史それらの婦人が、ドダナ人に鳩と呼ばれたのは、彼らが違法人であって、 彼らにはその言葉が鳥のさえずりのように思われたからであろう。そして、しばらく経って、鳩が人語で喋ったと称しているのは、その夫人が彼らに返されることを話すようになったからである。つまりどうして、鳩が人語を話しうるのかと問わざるを得ないといったわけで、彼女が異国語を話していた限り、彼らには鳥のような声を出すと思われていたのである。また、 クロハトであったというのはその夫人がエジプト人であったことを意味している。ヘロドトス、歴史堂々なの西海岸であるテスプロティアは海で暮らすフェニキア人にとって利用可能であったのかもしれないが、ヘロドトスの読者にとっては堂々なほど遠い島にまで侵入するとは予期されていなかった。ストラボンは、神託書はペラスギによって設立されたと記している。 この信託書はエポロスによればペラスギによって開かれた。このペラスギは最も早くギリシャをその手に収めた者たちと言われる。ストラボン、チリシ信託書のあった場所ではトマロス山がそび立っており、この地域は最初にテスプロティア人が次にもロシア人が支配した。古代には堂々なはテスプロティア人たちに支配されていた。そこには トマロス山があった。ふもとには、神殿が一致していた。悲劇詩人たちもピンダロスも、共に、堂々なを、テスプロティアの堂々なと呼んでいたが、その後にはも、ロシア人たちの支配下となった。ストラボン、チリシストラボンは、ピンダロスによれば、もともとは予言は男性によって告げられたと記した。最初は、これは真実であるが、予言を告げる者たちは男であった。 これは多分間違いなく詩人が語っているのだが、詩人たちは彼らをハイパフィティと呼び、これらのうちで予言者には階級があったと思う。ストラボン、チリシュ同じくピンダロスの残した記録について不確かなものであるが、堂々なの信託所の前身がテッサリアにあったと伝えた。信託所の神殿はテッサリアからペラスギアの一地方、おおよそスコットサから移された。 そして、現在は、巫女となっている多くの女性たちは、この時一緒に移った者たちの子孫である。これは、ゼウスを、ペラスギ人とも呼んでいた事実からのものである。ストラボン、チリシマタ、ピンダロスの断片からは次のような記述が見られると、伝える。テスプロティア人とも、ロシア人の間では、年老いた女はペリー、年老いた男は、ペルイと呼ばれる。これは、 マケドニア人の場合も同じである。いずれにせよ、彼らの中で行為のものはペルガンズと呼ばれる。つまり、これが伝えるのは、堂々なの多くの木にあるペレーアデスという鳩の神話の起源である。ストラボン、断片、リチャード・クレーバーハウスジェップ教によれば、堂々なにおけるネウオスのゼウスという二つ名は主に、小川の神、より一般的には水の神を示すものである。 また、アケローオスが水の神として堂々なで特別な崇拝を受けていたとした。新拓所のあった場所は湖のためにかなりの湿地であり、また、後には堂々なの聖泉をほのめかして追加された可能性もあるとした。彼はストラボンの見解を支持しており、ゼウスの預言者であったセロイはトモロイとも呼ばれており、この名前はトマロス山からのものだとした上で、 いくつかある、オドゥッセイアの編集版からも共ロイの言葉を見ることができるとした。また、堂々なのペレアデスは、かなり古く、デルポイの新託所の最初の巫女であったフェモノへの任命にも先立っていて、女性中会社の導入が起きたのは、おろらく5世紀であったとした。しかしながら、この変化の時期は、これ以前に、ヘロドトスの鳩とエジプトの物語により、明らかにされている。 アリストテレスはヘラスを堂々なの一部とアケロース側に位置づけ、かつてはグレイクイと呼ばれ、今ではヘレネスと呼ばれるセロイが住んでいたと述べた。セロイはヘロイとの表記もされる。アリストテレスは明らかに信託書があった地域のすべてを指して堂々なという名で呼んでいた。これに従っていくつかの研究者はヘレネス及び、ヘレスという言葉の起源は堂々なにあるとした。 また、ギリシアという言葉も、この場所から発生したと申される。ありがとうございます。